FNF センス泥棒ディアロ太郎です。泥棒は太郎です。鼻吹きが5年ぶりの中国グランプリ、実質初開催のようなもの、はい、ということで5年ぶりに、もう5年ぶりなんですね、はい、上海グランプリ、中国グランプリ、上海グランプリってやつをさん、はい、中国グランプリがもう帰ってきました帰ってきましたどっか行っちゃってたんだ。いやいや、もう本当にね、帰ってきましたっていう感じだと思うんですけど、初開催なんじゃないんですか、うん、だからまあ初開催のようなもの、もうみんな忘れてるわけですよ。帰ってきたんじゃないんじゃないですか、うん、まあ忘れてるし、多分5年間多分レースやってなかったもん、何もね。やってるでしょ、普通に。やってる？ F4 とかなんかいろいろあるし、うん、CTCC とかあるし。ああ、なるほど。でまあピレリさんがね、こうレースやるときに必ずレースの前にスタッフが行って路面のいろいろチェックとかして、じゃあ今年はこのタイヤでいきましょうみたいなことをやってたんだね。今やってるんだね、普段。やってないです。やってないの、うん、ビレーのことを信用してるんですかあ、そうか、久しぶりとか初めてのところはそれをやるのか、まあ、通常、ね、まあ、初めてのサーキットでもやんない時も結構ある、うん、あ、そうなんだ。 やれない例えば市街地サーキット、確かラスベガスともとかも事前にはやってなかったはずです、うん、確か。あ、市街地はやりようがないか、こんな感じっていうのでやったりとか、直前に、うん、え、再放送したのみたいな、確かトルコの時もそうだったんじゃなかったかな、直前に。ピレリはもともと想定、まあ、ピレリってトルコにも工場あるんで、はい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 、まあ、トルコの人たちがもしかしたら行ってチェックしてたのかもしれないけど、うん、直前に再放送されて、うん、オイルズルズルであれって言ってみたらあれってなった時があったサーキットから FIA で、 FIA からピレリに連絡をちゃんと言ってなかったっていう、ね、あ、そんなことがあったのね、こともあったりするんで、まあ、割といい加減、うん、まあ、路面が確かにその、うん、その時にどうかって、まあ、路面ってやっぱ変化するので、どうしても経年変化するんで、うんうんうん、そこにぴったり合わせるのは一番いいんですけど、うん、まあでもその路面のその粗さの変化よりも、うん、言うてやっぱコーナーの形とか数とか、まあ、どのぐらいのスピードで走るかっていうことのがタイヤにかかる負荷の大きさを左右する要素としては大きいので、まあ、ある程度コースのレイアウトが分かってて、車のパフォーマンスが分かってれば、まあ、シミュレーションで分かるんで想像はつくはず。で、まあ、路面が思ったよりも荒かったねだったら、ちょっと負荷がこれぐらい高くなるよとか、思ったよりグリップないからちょっとこう負荷がこんぐらいになるよとか、摩耗がこうなるよはあったとしても、それはまあある程度誤差の範囲内というか、うん、っていうとこなんで、まあ、そこまでそのじゃあこの路面だったら、うん、いや、あちゃー、俺今回 C3 持ってきたけど、うん、この路面だったら本当は C2 持ってこなきゃダメだったとかにはならないっていう。ああ、そういうこと、うんうん、まあ、すごい柔らかいタイヤ C3C4C5 って一番柔らかいの持ってきてて、うん、路面が思ったよりも何倍も荒かったですってなったら、うん、うわ、これC3 でも厳しくねとかなるかもしれないけど、まあさすがにそうはないならないっていうか、まあ、そうなっても大丈夫なように、うん、だから一番中間の、うん、無難なところ、ね、2,3,4 を持ってきてるっていう。だから最悪タイヤに厳しかったら C2 でみんな走ってねみたいなもしかしたらもうちょっと余分に C2 持ってきてるかもしれないですね。その最悪現地でワンセット余分に供給しますとかな なっても大丈夫なように。あ、そういうことなのね。なんかね、事前に行けなかったからってこと、あ、大丈夫かよと思ってたんだけど、うんうん、まあ、本当はだから事前に行って、うん、路面のスキャンとかしといてほしいところでありますけど、うん、まあ、なんとかなるんじゃねみたいな、ならなかったらならなかったで面白いんじゃねみたいな、全員イコールだぜっていう、まあ、C2、C3、C4 だったらなんとかなるしなみたいな、うん、まあ、真ん中だからね、乗りたっていう、うん、ああ、そんな感じのノリなんだ。まあ、逆に言うと事前にチェックスキャンしたとして、うん、まあ、路面が19年の時よりもこんだけ経年変化で、まあ、要するに石アスファルトのこう石の間に、まあ、ビチューメンっていう、ね、うん、はい、歴性っていうんですかね、日本語だと、そこがベターっと入ってるのがどんどん経年変化で減ってって、石がザクザクこう出てくるじゃないですか、凸凹になるってことね、うん、これがどのぐらい出てるかっていうのと、うん、この一個一個の石の表面のザラザラ度合いがどんなもんかっていうのがグリップ、うん、特にまあこの一個一個の石のザラザラ度合いが重要なんで、そのスキャンをまあした結果、結局はやっぱり C2C3C4 だよねっていう、うん、だってこのレイアウトなんだもんっていうのがまあ大きいから、多分スキャンしたとしても
そのタイヤのアロケーションは変わらないっていうのがもともとあるから多分スキャンしに行ってないんですよね、うん、ピレリは。久しぶりだから掃除しときましたっていうのは逆に困るってこと？いや掃除は要するにあの全部削りましただと困るけど、うん、ガリって削られてベターンってなると困るけど、うん、まあそういうことはしないんで、うん、ちょっとブラシかけるぐらい大丈夫ってこと？まあ大丈夫でしょうね。っていうかまあブラシっていうか高圧洗浄、あーシャーって、ね、でバーってやるのはよくやるんで、うん、あーそうなんだ、まあ、それやってもらえると、うん、そのそんなにそのなんていうんですかね、アスファルト自体が変化しないけど、うん、間に入ってるそのホコリとかがなくなるんで、まあ本当レースしてないとホコリだらけで全然グリップしないとか、まあ走り始めてなくなるけどそれはライン上しかなくならないんで、あなるほど、オンラインとオフラインですごい変わっちゃうみたいなのがあると嫌だから、まあ全体清掃してもらってるといいよねっていうのはあると思いますけど。じゃあ各チームもいわゆる持ち込みセットっていうのは、まあ、想像で持っていくわけですよね。まあシミュレーターがあるんで、うん、そこは5年ぶりってことは22年の前の車、今の空力の車じゃないもののデータしかないわけでしょ、うん、それは大変じゃない？まあ別に、まあ別にもちろんあった方がいいけど、うんうん、サーキットのデータは変わらないから。ああはい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 。だからサーキットと、うん、このサーキットを今の規定のこの車で走ったらどうなるかはシミュレーションできるじゃないですか。初開催だったら本当に困りますけどね、はい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 、初開催で全然コースのは、うん、なんかレイアウトもはっきり分からないし、アップダウンも分からないし、うん、路面のコンディションも分からないしだと困るけど、うん、まあ、少なくとも2019年のデータはあるし、うん、それでいうと2022年にレギュレーション変わった時の初開催の時はどのサーキットだってこの車のデータないわけだから一緒ですよね。あそうかそうかそうだ、初開催というよりはなんか22年の開催時の感じっていうだけですよね、うんうん、あそうだ言われてみたらそうだね、ベガスのがよっぽど初開催ですもんね、そういうとね。ああなるほどね、うん、なんかそれでね、しまった外してしまったぜみたいなチームがあったりすると、でも全然あると思いますけどね。あると思う、うん、そうなればちょっとそれがだから唯一気になるのは、うん、その路面がレイアウトは一緒だけど、うん、この5年間で例えばあそこ地盤がちょっと弱いので、もともと1コーナーのとことかちょっとこうバンプがあったりしたんですよ、はい、でブレーキングしてるときにガンってこうなるとことか、うん、そのバンプがこう大きくなってたりするかもしれないってことね。まあ、1コーナーのとこって下にこう、うん、パドックの外から内側にこうくぐっていくトンネルがあるんで、ああ そんそのトンネルの部分どうしても地盤が下がっちゃってて、1コーナーバーンってあそこ高速で右にバーンって入ってくるんですけど、うん、その途中でブシュンって1回なるところがあって、うん、そこがまあどのぐらい沈んでるか、2019年の時はこんぐらいの沈み方だったけど、うん、この5年間でさらに沈んでたら嫌だよねとか、うん、まあ、それはなんかサーキット側も分かってるんで、そういうバンプがあるところは削って、はいはいはい、なだらかにはしたらしい、うん、それこそまあ削って削るしかないですけど、うん、まあ、だからオースティンとかもそうでしたよね。オースティンはもう1年の間に結構沈んじゃうんで、あ2年前だったかな、すごいもうバンプひどくてどうしようもないみたいな、うん、で事前に削りました、削ったけど、まあ、あんまり良くなってませんみたいな、うんうん、まあ、どのぐらい削ったか分かんないですけど、どうしても何箇所かはそういうところあるんで、あそんな感じ、上海も上海のほら1コーナーってあるけど、ぐーるなんかぐーるなんかドライバーなんか気持ち悪そうみたいなのもあるじゃないですか、うん、あそこ侵入で跳ねたらなんか何跳ねながらこうそんなそんな足回り柔らかくないんだから一回跳ねてボヨンボヨンしてかないでしょ、あ早く脱出してみたいな、もうそれでなんかもう各チーム大慌てみたいな、そんなことボヨンボヨンしてる車ありますラリカーじゃないんだからボンって言ったら一回終わるでしょ。あ終わるんだ。ただまあそれが2019年の時の車と今の車は違う、足回りが硬いので、はい、そのバンプがあまりにひどいとやっぱり、うん、そこでガンって底打ちするとか、あボヨンボヨンしないように足を硬くなってる、ね、まあ、車高を低くして硬くしてっていうのが今の車なんで、そこがまあ1コーナーだけじゃなくて、うん、他のところのブレーキングゾーンでもバンプがあったりとかするとまたややこしいよねとか、ストレートの途中でもまあバックストレート長いんで、うん、そこでまあバウンシングとかね、どっかでバンってなった瞬間それがきっかけでずっとバウンシングしてますからと、いやこれ困ったなってなるし、だその辺は本当に走ってみないと分かんないっていうところ、うん、あそこはやっぱ走ってみないと分かんないんだ、うん、まあ、一応サーキット側は削ってバンプなくしたとは言ってるんで、バンプない想定でセッティングはすると思うんですけど、その削ったっていうその削り度合いは行ってみないと分かんないってことですか。えらい削ってんなみたいな、こうへこんでるやんとかになってるとそれはそれでまたねジャンピングスポットかみたいになっちゃうし、うん、あなるほどね、分かんないですからね。それはサーキット側はじゃあ1ミリ削ってねっていう指示だったけど、うん、ね、業者がね、業者がまあこんなもんやろって言ってやったらだいぶ削って、1ミリって言われても分からんわみたいな、
仕事してないとやったら困るからしっかり削っとけみたいな、地元のおっちゃんに頼んだらたくさん削りすぎちゃった、うん、それはあるからね、間違えて舗装しちゃったりね、あるかもしれない、うん、まあちょっといろいろ他になんか心配なとこってありますか？なんかスプリント週末なんで、ね、あそうだスプリントだ、60分フリー走行やってその後もスプリントの、まあ、今年フォーマットちょっと違うんで、うん、金曜日がスプリントの予選なんで、はいはい、フリー走行やってで1時間だけ走った後にスプリントの予選をやる、で土曜日の朝にスプリントレースをやるんで、まあそういう意味では予選までのそのフリー走行一発目でセッティング、まあイニシャル失敗してました、でぶっつけ本番屋がまあ一応スプリントの予選なんでこの予選でパフォーマンス発揮できなかったとしてもまあ決勝に響かないっちゃ響かないんですけどね、土曜日の朝のスプリントレースには響きますけど、うん、スプリントのレース終わった後に土曜日の午後に本番の予選だから、うん、まあ、こっちでちゃんとパフォーマンス発揮できればいいよねっていう、朝のスプリントレースでまたセッティングを予選に変えてもいい今年はのはずです、はずですよね、はずですよね、まあ、いずれにしてもその、いろんな部分変えられるところはたくさんあるので、うん、デフだったりいろんなところも含めて、はい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 、からそういうところで、まあ、フリー走行1回だからまあ心配っちゃ心配だけど、うん、でスプリントの予選はだからもしかしたら波乱の結果になるかもしれないけど、まあ、言ってそんな大した波乱にはならないですけどねただまあそこから本番の予選本番の決勝にはまあそこまで大きく影響はしないかもしれないですね、うん、ただそれはサーキットの状況次第、あまりに思ってたのとみんなが違ってたら、うん、またね対応、いやこんなんじゃもう走れんって言ってみんな帰るみたいな、うん、結構ドライバーたちもブブ言ってんでしょ、なんでやっちゃったんだろう、これ何ドメニカリさんが決めんのこれ、まあ、ドメニカリ一人で決めるわけじゃないでしょうけど、うん、まあスプリントどこでやるかっていうと、うん、まあ上海ストレート長いし抜けるんじゃねっていう、あまたそんな単純な感じじゃないですか、そういつものパターン、いやまあもちろんシミュレーションもやってると思いますけど、うん、FOM の、まあ、そういうのも中国サイドからちょっとやってえなって、まあ、それはあるかもしれないけど、まあないと思います、ね、あないと思う、普通にやればいいのにね、うん、ってほっといてももうチケット完全にソールドアウトしてるわけだから、ああそうなんだ、基本的に国内で、うん、すごい、ね、5年ぶりで、ね、ジョー選手が今年初めて、そうかやっとなんだ、ことを考えると別に何もそんな仕掛けとか必要なく普通にお客さんたくさん集まるし、うん、 そうだよね、うん、その盛り上がりのピークは土曜日の午前とかじゃなくて日曜日でいいわけですよ、うん、そうだよね、うん、むしろそんな土曜日の午前中にレースなんか中途半端にやんない方が絶対いいと思うんだけど、スタンドが緑に埋まるの染まるの、ね、緑のグッズまだないんじゃないかないや多分作りますよ、工場で一生懸命作って、うん、中国の方々は作れますよ、多分配るんじゃない入り口で、いや別に中国のファンの人言うほどそのなんていうか、うん、ナショナリズムじゃなくて普通にフェラーリファンとか我らの女王応援しよう、いや多分普通にフェラーリファンとかレッドブルファンとか多いと思いますよ、ハミルトンファンとか結構普通にファンの人多いんですよね、うん、中国って、そうか、でもまあ凱旋だもんね、だからそこがどのぐらい盛り上がる、まあ、だから、ね、角田応援席みたいなのがどっかに、さすがにメイングランドスタンドじゃないと思うんで、あのでっかい、あなるほど、多分どっかのコーナーが上だから、あのいつもあのなんジャディンってあの漢字になってて、うん、はい、ガラガラになってるあのバックスレートの入り口のグルーの外のところがもしかしたら女王選手スタンドになってるかもしれない、あなるほど、か埋まってなければ女王グアンユーって書いてあるかもしれない感じで、結構そんなことしてるんでしょのはずですけど、いやちょっとひよってて開催側が主催者側がひよってて、いやあそこ売っても売れんやろって、もしくは女王さんのスポンサーが応援席作るぜってバーンって2万席ぐらい買ったけど、お来る人おらんでみたいな、女王グアンユーみたいな上岸スタンドやみたいな、いやそれはそれでね、ちょっとジョーさんのモチベーションがね、まあだってここにいたらまで、ね、何か断ることで上海帰られて、ね、プロモーションされてたじゃないですか、お忙しいらしいですからね、うん、あそういうことね、うん、まあ、そういうちょっと楽しみというかね、こっちとしても、うんうん、どうなんだろうはやっぱありますよね、うん、だそういう意味では実質初開催と、そういうことか、なるほど、うん、まあ何にしても、まあ、実質初開催の中国グランプリ、多分もう皆さんもこう見るとちょっとこう思い出しながら、あこうだったなあだったね、ちょっと新鮮に見れるんじゃないですか、時差は中国は1時間、うん、じゃあ、いつもの今のこのほぼ今の時間帯で、見れますので、間違いない、うん、ちょっ
ちょっと夜まで一眠りしようかって言ったらもう終わってますから、はい、ご注意いただければと思います。はい、ということで5年ぶりの中国グランプリが楽しみだけどどうかな、うん、まあでも楽しんでいこう、頑張れじゃーと思った方、ええボタン、はい、女性ボタン、チャンネル登録、はい、ちょっと緑だからこれジョーさんの俺にも使えるかもしれないF1 パーカーは概要欄から、あなた明日おっさんも頑張って、うん